リサンドロ・ロペスは、アルゼンチン・サンタフェ州出身のサッカー選手。ボカ・ジュニアーズ所属。ポジションはディフェンダー。2009年8月22日の CA、ディグレ戦で CA チャカリタ・ジュニアーズからデビューし、2009から10、シーズンは24試合に出場した。2010年7月、フリートランスファーで、アルセナル FC に移籍し、 リーグ屈指のセンターバックとしての地位を確立した。クラウスーラ2012でリーグ優勝し、2012年にはスーペルコッパアルヘンティーナでも優勝した。これらの活躍により、同年にはアルゼンチン年間最優秀選手賞を受賞した。2013年7月10日、ポルトガルプリメーラリーガの SL ベンフィカと5年契約を結んだ。 契約解除金は三千五百万ユーロに設定され、すぐにスペインプリメイラディビジョンのヘタフェ CF にレンタル移籍した。二千十八年一月十五日、インテルナツヨナーレミラノに期限付き移籍で加入。期限付き移籍契約は二千十八年六月三十日までとなっている。二月十一日のボローニア FC 戦でセリエ A デビューを果たしたが、ミランダとミランシュクリニあルの。 バックアッパーの息を出ず、この試合のみの出場に終わった。2018年8月8日、ジェノア CFC に期限付き遺跡で加入。ありがとうございます。